ジョバンニ・アントニオス・コッポリーでらしいフローアイフォン、インス・ブライスの図版ジョバンニ・アントニオス・コッポリーは、イタリアの医師、博物学者である。電気作家の夫をググリナと称されている。シロル地方のバルディフィエンメのカバレーゼに生まれた。父親は、イタリア出身の法律家であった。インスブルック大学で医者の教育を受け、カバレーゼやベネツィアで医師を開業した。この頃、 しばしばアルプスで植物や昆虫を採集し、膨大なコレクションを作った。2年間、オーストリアのセカオの司教の施設秘書を務め、1754年にハプスブルク君四国のイドリアの水銀鉱山の医者に任じられ、1769年まで働いた。1761年に水銀鉱夫たちの水銀中毒に関する著書。 で、デハイドローハージャイロイドリエンシーテントミナを発表した。カルニオーラの植物や、昆虫の自然史の著書、フローラカーニオリカやエンタマラジアカーニオリカを出版した。各地の鳥の記述をした、アンニーストリコナトゥラレスを出版した。1769年に、バンスカーシチャブニツァの鉱山学校の科学と、金属学の教授に任命され、177 17年に、 パビア大学に移った。パビア大学では、ラザロ・スパランツアーニと争い、標本の盗難に関して、スパランツアーニは、長い裁判の結果、無罪となった。この裁判の後、スコポリは、心臓病で没死した。北イタリアの動植物についての著書、デリーシ・フローライ・ファウナ・インスブラケイが、最後の著作になった。ナスカの植物の走りどころ族に、懸命され、 走りの頃族からは初めてアルカロイドのスコポーラミンが発見された。ソバン、ブランコ、エイリビング、ボンドビトウィーン、ミードリア,アンドウプサラ。ザ・スロベニアン、http コロンスラッシュスラッシュ www.theslovenian.com スラッシュアーティクルズスラッシュエス。 oban.htm.retriel2012 v e t 4 a p r i、e L、ニュートンアルフレッド1881スコッポリー S オーナーサロジェクルペーパーズザウィロビーソサイティーマザーロパウォロ2004コスタンティノパリー1786ラコンジュライーラビフォエルインドトリーゴスパランツニー ボラティボーリンヒューリースコップは植物の学名で命名者を示す場合にジョバンニアントニオスコポリを示すのに使われる。ウィキメディアコモンズにはジョバンニアントニオスコポリに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。